皆さんこんにちは。おお、なんかすごい音が、ちょっと落ち着くまで待ちます。今泉岳寺から乗ってきた快速特急を、京急蒲田で降りました。やっぱりね、乗りたい電車にこう乗れなかった悔しさがもう募ってきましてですね。ほんで、このあと20分後にまた同じ、快速特急、三崎口行きがお目当ての2000系で来ますので、もうそれで行きます。で、講演会の開始が僕3時半だと思っていて、改めて見たら4時半だったから、まあ、1本こう遅れたとし、1本、まあ、2本スルーしても間に合うんですよね。で、ちょっとこれ見てほしいんです。今こっちに止まっている電車ですね。で、これがね、逗子葉山行きなんで、これに乗ればもうそのまま行けるんですよ、本来ならば。でもね、どうしてもね、そんなに京急に乗る機会がないので、その2000系というのに乗りたいんですよ。もう、まあ、今はそんなに鉄オタじゃないんですけど、元鉄オタの悲しい佐賀なんですよ。あー、逗子葉山までこれに乗ったら1本でね、楽、あー、まあいいや、楽に行けたんですが。今、13時55分という快速が出ているんですが、これだとまた一般車両で来るあのダイヤになっているので、その後の14時5分それで、まず上大岡まで行って、そこから乗り換えて逗子葉山まで向かいます。鉄道ファンってね、鉄道オタクってそういうこう面倒くさいことがね、大好きなんですよ。このお目当ての車両に乗るんだったら労を惜しまないと普通の方にはね、分かんないと思うんですけど、まあ、そういう悲しい習性があるものなんです。ということで、京急蒲田で今途中で降りて、14時5分でしょ。そしたら講演会の会場を見たらさほど駅から遠くないみたいなので、3時までにはお伺いできるのではないかということで、ございます。ということでありがとうございました。